こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日は6月2日、時間にしてね、正午なんですよ。ちょっと今日はね、放送の方が遅れまして大変失礼しました。毎朝見てくださってる方にはちょっとね、気をもましたかなと思いまして、短めのライブをお届けしたんですけども、ご覧になった方、本当にね、お気遣いいただきましてありがとうございます。うちの大和くんがね、ちょっとね、風邪をひきましてね、で、治ったかなと思ったんですけども、今日、今一度調子の悪いところを見せたんで、いろいろと処置をしておりましたと思ったらね、奥さんも風邪ひいてたんですよ。で、こういう時期ですから、一応ね、保健所の方に連絡して PCR 検査はじめ、もろもろの検査を受けに行ってもらったということでございます。まあ、それでいろいろとごたごたしましたんでね、放送の方がいつも通りできなかったんですけども、こういう時にもですね、コンテンツの方をお送りいただいた方、本当にありがとうございます。まあ、松潤さんも送ってくださいましたしね、体のステーキングのナミさんも送ってくださいました。そしてサラリーマン YouTuber J さん、その他ね、いろいろとね、動画を送ってくださった方、ありがとうございます。今回もチョイスして掲載をさせていただきたいと思いますけども、まあ、皆さんもね、体調には十分注意してくださいね。こういう時にやっぱりね、ちょっと風邪っぽいなと思ったらドキッとするでしょ。ドキッと、でもドキッとすることないですからね。今まで風邪っていうのはインフルエンザのことだったんですけども、これからは風邪っていうのが新型コロナウイルス、旧型コロナウイルス、これもひっくるめてになるっていうだけです。もともとそんなにね、本当にひどい病気ではないんですよ。当事者になったらやっぱり苦しいと思いますけどね。それはね、病気は何でも苦しいんですよ。今回の COVID-19 だけが特別に苦しいわけではなくて、盲腸になっても苦しいですしね。なんなら腕折ったって苦しいわけですしね。それこそ食中毒も苦しいですしね。全ての病気ってのは最悪の場合死につながりますので、侮ることはできませんけども、あまり怯えすぎると普段の暮らしが死んでしまいますんでね、まあ、いい感じのところでバランス取っていかないといけないかなってことでございます。どちらにしても自覚症状があったら早期受診、早期治療に徹することに間違いないと思いますので、今日もね、そちらの方に私の方はエネルギーを傾けさせていただきました。まあ、こうやって遅れましたけども、放送できて、見ていただいてね、ありがとうございます。それではまた改めて、明日からの放送をお楽しみに。失礼します。